Hey, what's up? レイニーママです。この番組は親が子供に英語で話しかけることによって親子で英語に触れてみようという目的でやっています。今回はこちら。何か物事を終えた時には Are you done? 終わった?というフレーズを使います。 Repeat after me. Are you done?ご飯食べ終わったとか、ミルク飲み終わったとか、これから宿題終わったという時にはこれをぜひ使ってみてください。 Are you done? done だけでも使えます。日常英会話でも役に立つ単語でありフレーズですので、ぜひ覚えて使ってみてください。さあ、今日も頑張りましょう。楽しく行くぞね。 So that's it. Thanks for watching. Bye.